歌舞伎町に現実に存在するマンション。このマンションの一室で末端構成員たちは暮らしている。俺、竹村雄二もここの住人の一人。ただいま戻りました。おお、遅かったじゃねえか。この部屋は若衆部屋といって、組が借り上げた部屋だ。今は俺を含めて5人がこの部屋に住んでいる。暇やの。おい竹村、ええ女紹介せえや。そんなん、いるわけないっすよ。末端構成員はまともな職にもつけず、一文なしの状態で組に拾われた人間が。例に漏れず、俺も街をフラフラしているところを。おい、やんちゃそうなお前、俺の下で働けや。あ？てめえ誰だよ。口の聞き方がなってへんな。お前、名前なんちゅうんや。あとあと知ったけど、この人はスカウト。やんちゃそうなやつをしばき倒して勧誘している。こうして俺は組の末端構成員としてこの若衆部屋にやってきた。ちなみにこの部屋での生活は一瞬たりとも気を抜くことはできない。まず上下関係がめちゃくちゃ厳しい。てめえこら、アメトーク録画できてねえじゃねえか。一日でも先にピッになったやつが兄貴。理不尽なことでキレられても文句は言えない。面倒な雑用は全部下っ端。夜中にコンビニにパシらされたり、トイレ掃除も全部俺だ。なんで俺がこんなことを。ちゃんと狙ってしろよな。本当に気が緩まる時なんてない。夜中寝ていたっていきなり組から電話が鳴る。もしもし、竹村です。キャバクラキュートで客が暴れてる。この店のケツ持ちはうちだ。3人すぐに行け。末端の構成員は24時間体制で組の指示に従う。おっさんおら、何しとんじゃ。お客さん暴れられちゃ困りますって。揉め事を収めたり、組員の喧嘩に加勢したり。すいません、すいません。分かったらええんです。お金しっかり払って帰ってや。暴力団ってすぐ現れるだろう。そういうからくりだ。さらに部屋でくつろいでいたらこんなこともある。なんだ、勝ち組か。やってんぞボケ。くらー、マジかよ銃声。ここ本当に日本かよ。実はマンションに住んでいるのはうちの組ばかりじゃない。他にも3組が部屋を借りていて、いざこざがよく起こる。借りれるマンションが少ないから集まっちまうんだと。実際にこのマンション内の抗争で何人も死んでるらしい。とはいえ俺はここでの生活が楽しかった。片親で兄弟もいなかった俺にとって、兄貴たちは初めてできた家族のようだった。でもそんな日々も長くは続かなかった。俺、明日この部屋を出て行くわ。え、ついに格上げ、一人暮らしっすか。いいな。違うんだ、俺、鉄砲玉になるんだわ。え、そんな。この業界で鉄砲玉っていうのは、敵対する暴力団のターゲットを殺害する実行犯のこと。罪を背負い、刑務所に服役することで、帰った時には昇進が約束される。なんで急に、行かなきゃダメなんですか。当たり前だろ、俺は大仕事任せられたんだ。鉄砲玉なんて逆に死ぬ可能性がめっちゃ高い。そう、末端の構成員にこういう務めが回ってくる。しばらくお別れだな。次会う時までお前も頑張れよ。はい、待ってます。次の日、兄貴はこの若衆部屋を出て行った。そして敵の組長の弾を取り、懲役10年の実刑判決を食らった。あれから10年が経った。もう来るんじゃないぞ。お世話になりました。ああ、誰かと思えば。兄貴、お勤めご苦労様でした。お迎えに上がりました。汚いマンションの一室から始まった俺の人生、この先の地獄も俺は生き抜いてみせる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。他の動画もぜひ。